皆さんこんにちは。ぴょん、ご機嫌いかがですか？うさちゃんです。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。皆さんの応援がバイオリニストとしてまた YouTuber としてとても励みになりますので、動画の高評価ボタン、そしてチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。さて、今回の動画は久しぶりに、雑談の動画をお届けします。私は、このチャンネルでも何回かお話ししておりますが、ファッション雑誌を購入することが趣味の一つです。中でも宝島社の、ファッション雑誌が、とても好きですね。で、私はね、視覚障害者で、外出をするときは、ガイドヘルパーさんにお越しいただきまして、ご一緒していただくことがあるんですけれども、いろいろなガイドさんに、ファッション雑誌を買うことが好きなんですというお話を、させていただいています。で、先月発売になっていた付録で、ディズニーの作品のダンボのね、ぬいぐるみフェイスポーチが付録の雑誌がね、こちらはですね、なんと今でも宝島チャンネルですね、通販サイトの方にまだ在庫があるみたいなんですけれども、それでまあその付録の話並びにダンボのお話を、いたしましたところ、そのガイドさんからですね、本当はねこのアイデア自分から自ら生み出せればよかったんですけど、そのガイドさんが、じゃあ宝島社に写真を添えてお手紙を書いてみたらどうですかというふうに、おっしゃっていただきました。正直言って付録をね開封してもうウハウハ気分になって、それで満足していたという感じだったので、お手紙をね書いて差し上げるというアイデアまでは至りませんでしたね。で、私は、少しね少し視力がある、まあ、弱視なので、普通の文字を、視覚障害者並びに、視覚障害者と接点のある方々は墨字というふうに呼ぶんですけれども、墨汁で書いた字ではなくて、まあ、活字とか普通の文字を意味する、まあ、墨字というふうに呼ぶんですけど、まあ、墨字のね手紙を書くのももちろんありなんですけれども、まあ、私は全盲と呼ばれる方が主に、使用する点字という文字がねあるんですけど、まあ、そちらの方も点字も、簡単なっていうか、まあ、50音とかだったら50音とか、あとそうですね、多少、アルファベット2、3文字とかだったら、書けるので、まあ、ここはあえてね点字のお手紙を、書いて差し上げてですね、それで視覚障害者でも宝島社の雑誌を読んでくれる人がいるんだなということをね、アピールしたいと考えています。で、展示のお手紙だけでは、何を書いて何が書かれているのかがわからないと思いますので、どちらかでおそらくルビーをね振っていただけるところがあるかと思いますので、今ね展示の訓練をとあるところで受けてるんですけど、そちらの先生にお尋ねしてね、年内に宝島社に、ダンボのフェイスポーチとか、これまでね、何回か購入した雑誌付録の写真を同封して年内に手紙をお手紙を書いて差し上げたいというちょっとした目標ができました。いやー、まさかここまで、この言い方は適当かな、ヘビーなヘビーなファンがいる、
まあ、いいんですかね、ヘビーリスナーって言いますよね、言いますよね、ラジオとか。なのでいい意味で、ね、ヘビーな、ファッション雑誌ファンが、いるっていうことをね、ぜひ宝島社に、お伝えしたいと考えています。本当にね、年内にやります。はい、早いとこチェキか何かでね、ちゃちゃっと写真を撮ってね、でそれを同封して展示のお手紙と一緒にね送りたいと考えてます。はい、ということで、今回の動画はちょっとね、話の、話題の、話っていうか雑談のお題は、言ってなかったんですけど、今やってみたいことのお話でした。はい、では今回の動画はここまでといたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの応援がバイオリニストとして、また YouTuber としてとても励みになりますので、動画の高評価ボタン、そしてチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。うさちゃんでした。それでは皆さん、さよなら、ぴょーん、バイバーイ。